産業医科大学第二内科の尾辻豊先生にお願いしまして、機能的 MR の病態と診断、動的変化への対応というものをお話しいただきます。それでは先生、よろしくお願いいたし機能性相棒弁逆流はあの、もう本当にあのあの日々変化しているということで、えー、それに対するあの発表をいたします。えー まず病態ですね、機能性 MR というのは定義ですが、心筋梗塞、あるいは拡張型心筋症があって、他には器質的な便線の異常がない、えー、にもかかわらず、このように、えーまあ、ここで見えているのは、下壁梗塞に相互弁逆流が合併していると、こういったものが機能性、あるいは虚血性相互弁逆流です。 非常に多い弁膜症であって、心筋梗塞を発症しましたら5人に1人出てきますし、心不全がある患者さんの半分以上、えー、あるということで、えーあのー、現在の弁膜症の中では最も多い弁膜症だと思います。で、この、えー弁膜あのー、機能性虚血性相棒弁逆流がなぜ重要かというのがこのスライドです。 急性心筋梗塞発症後2週間目に、総互弁逆流がなかった人の生存カーブがこれです、5年後に61%生存、軽度の総互弁逆流があると、生存率が落ちて、中等度の逆流があると、さらに落ちると、まあ,あ、大まかに言いますと、こういった総互弁逆流があると、慢性期の死亡率が倍増するというのが大まかなところです。 虚血性僧帽弁逆流は予後を悪化させるしかも軽度の逆流であっても予後を悪化させる、えー、検索断裂逸脱などによる逆流は重症逆流だけが予後を悪化させますので治療の対象になるわけですが虚血性機能性の場合は軽度であっても、えー、治療を考えるべき病態であるということが言えると思いますその基準は、えー、テザリングです 差質が拡大して乳頭筋が外側に行くとこの乳頭筋が便線を異常に強く引っ張って便線の閉鎖位置が新線方向にずれてそして逆流が出てくるというのが基準、えー、であります便線の病気ではないということです、えー、この診断です訂正診断は簡単ですが重症度診断は現在でも非常に難しいと思いますまず、えー、診断です 僧帽弁逆流があって、拡張型心筋症、あるいは心筋梗塞があると、そしてこの便栓を見るのが大事です、これが正常な便栓はこんな感じで閉じてるわけですが、悪い便栓は乳頭筋から引っ張られて、こんな感じに見えるわけです。これをエコーで判断すればいいわけです。目で見ただけで判断できるのが、心線歯空像です。 正常では便栓が便輪レベルで閉鎖できて前線などは逸脱しているように見えるというのが正常ですが虚血性相棒便逆流では便栓が便輪レベルまで閉鎖できず左質側に偏ったところでしか閉鎖できませんこれはもう目で見ただけで判断できますそしてこういった便栓の異常を定量化するにはこういったピンクのところの面積を測ったり 黄色のところの長さを測ったりすれば定量化できますこの,あのこういったものが断面によって違うと今のは歯空断面です歯空断面だと正常者のこのピンクの面積というのはマイナスになりますこれが長軸断面だと正常値がプラスになってくるわけですよね まああの異常の方が正常よりもベンのテザリングテンティングが大きくなるということはこれは共通ですがその異常値の値そのものは切る断面によって異なるというところで一定の断面で評価するというのが大事です、えー、まあこのように正常と異常を横に並べて目で見るというのが最もいいかもしれません、えー、まあそれで定性診断は簡単です。 で定量診断が難しいといととうことであります、えー、まず、えー、重症度の定量、相互弁逆流の定量にピザというのが、えー、よく使われておりますが、これが使われるかどうかと、えー、ピザは、ああのピザは、えー、この、えー、色が変わるところが半球であるという仮定に基づいて、えー、あの成り立っておりますが、 これは虚血性僧帽弁逆流の3次元エコーです、えー、この左下が、えー、左室から僧帽弁見たところ右下が左房から僧帽弁見たところです虚、えー、血性僧帽弁逆流の場合は逆流が前線後線の接合ラインに沿って、えー、にこ唇を閉じてニコッと笑ったようなそういう唇のような形に、えー、なってきますピザは使えないと 思って結構ですそれで、えー、重症度評価、厳密には困難です。それで、えー、ビーナーコントラクタ、えー、この逆流ジェットが最も幅が狭くなったところ、この幅で、反、えーま、定量化するというのが、えー、無難なところだと思います、えー。定量化する場合は、パルスドプラフを用いて、相膀弁の流入血流と、差質の流出血流のその、えー、差を求めれば、 定量化ができますはいそれで定量化が難しいということが一つですがその次にはダイナミックであると左は心不全が比較的良い,い時期右は心不全が悪い時期です逆流ジェットを見ますと倍ぐらい大きさが違いますどっちが本当の重症度かということになるわけですそしてこれは あのデイビッド・バックの仕事ですが、僧乏弁逸脱の人は、術前の軽食道栄光の重症度と、術中全身麻酔がかかった時の重症度とほとんど変わりませんが、虚血性 MR では、全身麻酔がかかると、僧乏弁逆流が半減するということが分かっております、えー、それで彼らは、術中には過小評価されているんだと、術中ののは本当の重症度である。 はなないいとううようなことを提唱しておりますこのように、虚血性機能性相撲弁逆流というのはえ、しょっちゅう重症度が変わっていると、例えばこういうエルゴメーターで負荷をしますと、これはわずかな負荷です、10ワットといいまして、皆さんでしたら、これで自転車を越えたことになるのかというぐらいの負荷です左が安静です。 先ほどの唇ですが、唇が細いような感じに見えますが、右の方はたった10ワットです。もうものすごい南方形の唇が太い感じの、えー、パターンに変わってきております、えー。もうわずかな負荷で逆流量が2倍3倍に変わることがしょっちゅうあるということです。えー、それで横軸が、えー、安静時の 縦軸は、えー、僧帽弁逆流の重症度で、縦軸は運動によるそう弁逆流の変化です、ゼロから上は悪くなった、ゼロから下は軽くなったということで、軽くなる人、私たちはもう滅多に経,経験しないんですがあの、ヨーロッパの人たちは時々経験するようです、軽くなった人たちというのは、その後のフォローをしますと、ほとんど、えー、予後は良好であると、えー、運動による改善は良い兆しである。 そして運動によって悪くなった人は、えー、安静時に軽くても、その後24例中6例が死亡するということでありまして、えー、安静時の重症逆流、いや、安静時の逆流の重症度ではなくて、運動時にどれだけ悪くなるのかという方が大事であるということを、えー、が分かってきております。それであの逆流の重症度 というのはあの悪くなったときあるいは運動不荷時の逆流を、えー、あの参考にすべきであるとこの運動不荷が総合便利形成術後の問題にとっても、えー、重要でありますまずは総合便利形成術が良かったという症例です83歳の女性で平成15年にバイパス手術をしまして平成22年に心不全になりました、えー そして、冠動脈増えをしますと、明らかな虚血は現在ないという方で、虚血性心疾患のリモデリングによって、虚、え、血、ー、性相暴弁逆流が出てきたと、それが僧帽弁あ心不全の、えー、原因の一つになっているというようなことが考えられた人です。えー、こののの、人、えー エコーですが左室から双房弁見たところです。P1、P2 の間に何か隙間のようなものが見えた人です。えー、双房弁逆流です、えー。前線と後線の間にニコッと笑ったような唇が見えるんですけど、その唇にあの、えー、赤切れじゃなくて唇が割れているようでこの P1 と P2 の間に逆流があると。それでこの人の双房弁逆流は虚血性プラス P1、P2 の間の虚 局所的な異常の2つの原因があるというように術前に判断しておりましたそしてリン形成術をやったわけです、えー、よかったんですがわずかに逆流が残ってしまいましたこの逆流が虚血性であれば麻酔から覚めたら結構な逆流になっている可能性があるわけですそれでこの逆流が虚血性かどうかというのを決めないといけないとで術中の3次元エコーで逆流を見ましたら 前線、後線の間の唇のところには逆流がなくて P1、P2 の間にしかないということでこれだったら全身麻酔から冷めても悪くならないだろうというように判断してここで手術を終えておりますそして術後経過非常に良好です双互弁逆流もごくわずかなままで、えー、慢性期まで来ております、まあ、今のが良かった症例ですししかし、えー、これが もともとテザリングが原因の僧帽弁逆流に弁輪を小さくするということですから、完璧に問題が解決されるということはなかなか期待しづらいところです。問題点の1です。僧帽弁逆流が再発する、このように再発する人がいます。リングがここに見えております。弁輪径は2.5センチぐらいで、外科的にものすごく弁輪が小さくなった人です。差がが非常に大きいと弁線が えー、弁輪レベルまで閉鎖できずに、えー、逆流が起こっております。これが三十パーセントで出現します。この逆流があると術後、えー、の心不全が、えー、出てまいりますし、サバイバルも悪くなってきます。えー、大し、えー、お輸出機問題です。術後再発逆流がなかった人は左室拡大が軽度であって、光線と弁輪を結ぶ角度が えまあ90度未満にとどまっておりましたが術後再発があった人は差し拡大が大きくてこの人はあの大動脈弁置換術もしておりますのでこんなふうになってますが。 光線の先端ここです。光線の偏りがここです。光線と偏りを結んだところの角度が90度優位あの大きく超えて非常にいびつな光線に優位な非対称性のテザリングをきたしておりました。次のように説明できます。前線光線それぞれ偏りと あの角度を持って、えー、閉鎖するわけですがそれが虚血性逆流ではそれぞれ大きくなっておりますこの状態で便利形成術をして便輪を前後に小さくするわけです僧帽便輪前方部は大動脈の付け根に固定されておりますので僧帽便輪前方部は手術で移動しませんしたがって前線と乳頭筋の位置関係は術前術後で変わらず前線のテザリングは 術前術後で変わりませんえ相棒弁輪後方部は前に移動させられます後線が前に移動させられるわけです後線から見ましたら乳頭筋が術後に後ろへ移動したということになりまして後線のテザリングは術後に前例増強すると思っておりますこういったことで弁輪形成術後の後線の非対称性に有意なテザリングが説明できると思います この非対称性のテザリングが過剰になるということが逆流再発の原因だと思っています今のが問題点1ですで、先ほどの画像です相棒弁輪逆流弁逆流が見えておりますがよく見ますと相棒弁強作症もあるんです砂防から砂室に行くジェットが非常に狭いそして殻、えー、を見るとあの色が変わってて 血流速度も速そうです相棒弁狭窄もありそうな感じに見えるわけです、えー、別の症例ですこの人を見ますと弁輪形成術弁輪のところは確かに小さいんですが前線の開きが悪いですで前線と後線の間が1センチ開いてないです1センチ開いてだいたい1.5平方センチぐらいですので、えー、1センチ開きがないと1.4とかに なってくるわけですこの人はあまあこういった患者さんの平均で1.6平方センチでありました1.5平方センチ以下も30何パーセントいますこの総合弁狭策の原因は便輪が小さいということと前線の解放が低下しているとこの2つの原因2つが原因となって 便輪のところではなくて、便輪先端のところで、相棒弁狭作が出てくる。便輪には器質的病変がありませんので、機能性相棒弁狭作というものが、便輪形成術後に出てくるということが、と思います。これは別の症例です。術前ですね、比較的相棒弁,が,えが,弁が,えがフルに開いたところです。この時には え平方センチぐらい開い開ております術後ですね、えー、前線後線の間の距離が短くなった分開きが悪くなって僧帽弁通過血流速度術、えー、前は8 0 c m 秒ぐらいだったのが術後には1 3 0 c m 秒ぐらいになっております、えー、これは正常では僧帽弁がフルに開くわけですが 虚血性マールレイでは、えー、前線が乳頭筋に引っ張られて十分には開きませんこれが拡張器のテザリングです、えー、しかしこの状態では便宜面積は2.5平方センチぐらいありまして、えー、意味のある総合勉強策にはなっておりませんこれを、えー、あの手術をして前線後線の間の距離を短くするということで機能性の総合勉強策がしばしば出てくると いうことであります、えー、こういった人で横軸に相暴弁逆流の重症度縦軸に相暴弁狭窄の重症度を見てみますと相暴弁狭窄、弁行面積が小さいほど逆流が強い相暴弁逆流が強い人が相暴弁狭窄が強いというような関係が、えー、見られます。えー、総弁形成術後に差質が大きいと一つは のの閉鎖を妨げて逆流の、えー、再発につながるもう一つは、僧帽弁の開放を低下させて、機能性の僧帽弁狭窄になる、もともとの差出、機能低下と合わせて、この3者が合わせて、術後の心不全を形成する原因となるというような病態が考えられます。 この機能性相合弁狭窄機能性逆流がダイナミックでした機能性相合弁狭窄もダイナミックです運動負荷前運動負荷中です相合弁の開放が低下して相合弁通過血流速度が非常に速くなります相合弁狭窄に運動負荷をすると圧格差が増えるというのはリュウマチ性でも知られていることですが機能性相合弁狭窄症では 弁光面積が運動中に小さくなるということが分かりましたこれは別の症例です運動前です運動中には弁光の開きが悪くなって通過血流速度が非常に速くなるということが分かりましたこの機能性相互勉強作渉ですけどカナダからの報告では54%で出現するあ、 私たちは30%何と思っていましたが42%でした私たちのところで42%ですカナダはダウンサイジングのアニューロプラスティ私たちはジャストサイズでした、えー、僧帽弁逆流運動負荷で非常に悪くなるということが分かっておりました機能性僧帽あそれでこの逆流に対しては10ワット負荷すると えー、ビーナーコントラクーエリアが0.29が0.49と非常に大きくなります、ピークまでしてもあんまり変わりません、それで10ワットの負荷で、えー、十分であると、軽運動でいいので、えー、運動負荷をしっかり、まあ、10ワットでいいので運動負荷をやることが大事だと思っております、えー、機能性総合勉強策に対する運動負荷です、弁効が2.0が1.4になりました。えー えー、安静時には12例中2例しか1.5平方センチ以下ではなかったんですが運動時には12例中9例ですあの弁輪形成術をやった人は、えー、運動負荷をしますと有意な総合勉強策がもしかすると8割7割いるのかもしれませんこのあたりはまだ私たちは12例でしかやっておりませんもっと50例100例でやるともっといいかと思います 以上、あのう、虚血性僧帽弁逆流、あるいは機能性僧帽弁狭作症では。積極的に運動負荷を行って、正確な病態を把握するということが大事だと思います。ご清聴ありがとうございました。小杉先生、どうもありがとうございました。一つ質問があるんですが。あのう、虚性の僧帽弁逆流の場合、多くの患者さん、まあ、多くというか。まあ、心不全を起こして入院した患者さんいらっしゃいますが。 まあそういった患者さんの場合、このふ化するタイミングというのは、どのぐらいの時点で負化をしたらいいんでしょうか。あのえーまあ、心不全が強いときは、もう負化はやはり苦しいと思いますので、あのえー、と私たちがやってるのは、心不全が軽くなって、えー、なったときにやっております、そして、えー、特にあの手術に臨むというときには、手術前には必ずやると。 えー、CAP g に加えて便輪形成術なども行うかどうかということでその時には負荷を例えばその、どういいますか臨床的に日常生活レベルで心不全が出ていればそれ以上、負荷テストをしなくてもいいんじゃないかというご意見もあるかと思うんですが、はいはい、あのはい、それでいいと思います。あのえー、特に必要なのは 僧帽弁逆流が強くて心不全があったけれども今は心不全が軽くなってて僧帽弁逆流も軽いそういった人に対する僧帽弁の手術を考える時にはもう負荷が必須だと思いますそれと治療法に関してなんですが例えば今機能性僧帽弁逆流には差質形成を含めてたくさんのオプションがあると思うんですがそういったオプションが その術後の MS などを防ぐ可能性はあるでしょうかはいあの、えー、左出形成術あのまあ私たちの検討ではあの便利、えー、形成術だけやった人はあの術後の弁宜面積は1.6平方センチだったんです平均でですねそして差出形成術やった人は1.8平方センチでした差出形成術をやった人はより重症の人でやっておりますのでおそらく 弁輪形成術だけあれば1.5とか1.4平方センチになったであろうと予測される人が1.8になりましたのでおそらく差出形成術をやることは僧帽弁逆流を、えー、予防してかつ僧帽弁狭窄も軽くしていると思います。